マイクロスコープ、何でも見えるカメラを使ってホルモンバランスの乱れとか、ごついですね。なんかカメラ染めるって英語でなんて言うと思う？サービスで持っときましょうかね。すごい、指が重なる。噂の神田の山中です。マキエです。今日は新しいことをしていきます。この時期お悩みで多いのが抜け毛の季節。髪の毛がこう抜ける本数が多かったりとか、そういったお悩みが結構寄せられるというか、抜け毛の季節ではあるので、うん、そんなに心配をする必要もないんですけど、ね、気にはなります。なので今日はマキエル先生と一緒にですね、お互いにマイクロスコープ、何でも見えるカメラを使って頭皮の状態を見ていって、うん、でその後に血流を改善するためにヘッドマッサージをお互いにちとしてですね、血流良くするだけじゃなくてもうスッキリしますし、うん、ちっちゃくなりますしね。頭同時にちょっとやっていきましょうか。行ってみよう。まずマキエル先生の頭の様子を見ていきますね。髪の毛の太さっていうのは均一な方がいいんですよね。ちょっとよく見ると細かったり太かったりっていうところがちょっと見られるので、血流の悪さが来てるのかな。まあでも頭皮っていうのは青白い方が血流が通っている証拠ですので、頭皮の色はいいですね。頭皮の色いいですね、うん、場所によっては赤い方とかいらっしゃるんですけど、逆に血流が良くない証拠なので、うん、後頭部は意外と揃ってますよ。頭頂部か。そうですね、やっぱ頭頂部がやっぱりちょっとまばらなところが、はい、太さがまばらですか。この辺とか、あれ、ほら、わかんないですね、私頭頂部の方はホルモンバランスの乱れとかが考えられますので、見てもらいます。わかりやすくちょっとつむじから攻めていきたいと思います。はい、お願いします。まだ20代前半の山ちゃんのつむじは元気なのかどうなのか。お、いいんじゃないですか。結構ごついですね、なんかごっつりしてますね。色も本当は赤かなくて青白い色で、すごい健康的かなと思います。頭のてっぺんだったりいきますね。はい、さっきとは打って変わってちょっと細いのと太いのがありますね。じゃあ今度前の方いきましょうかね。頭皮はでも硬いってよく言われますね。あ、言われますよ、はい、よくないですね。じゃん、あ、ここら辺も健康そうじゃない？あ、でもちょっと細いのもいるけど、うん、いるね、でも。いますね。薄毛とかに悩んでる方っていうのはちょっとやっぱ頭皮が赤くなってる感じ。まあ、指で言うとこうギューッと縛られた時にですね、上が赤くなるじゃないですか。これこう血流障害によって圧迫されて赤くなってるので、頭皮もそれと同じで赤くなるんで、頭皮が赤い人は要注意ですね。なかなか自分で頭皮赤いかなとかってなると思うので、カメラでは見れますので、気になる方とかはですねお問い合わせいただければなと思います。はい、私もエマちゃん先生も細い毛だったり太い毛、まあちょっとバラつきがあったんで、血流が悪くならないようにですね、ヘッドマッサージをやっていこうかなと思います。はい、めちゃくちゃ気持ちいいんで、うん、寝落ちないように頑張ります。はい、ちょっと始めていきます。病院とかは結構行くんですか。昔は行ってたんですけど、髪の毛染めてたので3ヶ月に1回とか、はい、まあ、多分女性ってそんなに行かないんですよね、特にロングだと。あ、ただストレートかけてるんですよ。チュルチュルだったなんですか。本当チュルチュルです。クルクルのチュルチュルなんですね。そうなんですよ、3ヶ月に1回くらい行きたいなと思いますね。ヘッドスパで行って、ストロベリーの香りを押してもらって、はい、3日間ぐらいイチゴの匂いが取れなかったですもんね。僕イチゴの果物で一番好きなんで。おもちゃ先生は頭皮ケアとか何かしてたりするんですか。3週間に1回美容室に行くんで、その時に僕まだ大丈夫ですよねって言って僕あのおじいちゃんとかがもうみんなツルツルなんで。あ、なるほどですね。そもそも髪の毛ってどこから生まれてくるか、毛細血管が栄養を運んでくれて、毛母細胞から毛がこうね、毛穴がこう生えてくるんで、栄養が頭皮に行き届かないと元気な髪の毛が生えてこないんで、私やっぱ食べ物を気をつけないといけないなって最近思いますね。私はついついやっぱりおにぎりとパンを買ってしまうんですけど、いや、どっちかじゃないと嫌ですね。あ、おにぎりならおにぎり、はい、そういうものなのか。え、多分そうですよ、みんな。本当コンビニのおにぎりで何が一番好きなんですか。エビマヨ。
あ、僕もっす。あ、やぶしょ、はい、僕、エビマヨの、あの、味付きの海苔の。味付き海苔をね。やばい、寝そう。これ絶対寝ますよね。気持ちいい。ヘッドマッサージすると頭もちっちゃくなるんで、小顔効果も期待できるなって。髪長い人の気持ちも僕わかんないんで、伸ばしたことないんで、これ以上。耳につくのが嫌ですね。いや、本当に耳にかかるのが嫌なんで。いや、本当に耳にかかるのが嫌なんで。私英語喋れないんですけど、はい、3ヶ月間だけカナダのトロントにいたことがあって、はい、その時にちょっとびっくりした英語の一つで、はい、髪を染めるって英語でなんて言うと思う？ヘアカラー。ドヤ顔。ダイを使う。だっけ、染めたりとかするってことは髪が死ぬってこと？あ、はい、映画とかでもそうですよね。字幕で見た方がめちゃくちゃ面白い。ああ、私は完全字幕派です、ね。ですよね。めちゃくちゃ面白いですよ。うん。最近見て面白かった映画ありますか？糸っていう映画見たんですよ。よかったです。僕8回泣きましたもん、糸で。8回も泣くことある？はい、あります、あります。あります、あります。結構あります。僕、泣き虫なんで、うん、すぐ感動しちゃうんですよ。映画見て泣いてスッキリしたりできますよね。うん、あ、でも目の開きが良かった気がしますね。交代しますか。はい、はい、じゃあもう今日は僕は寝させていただきます。ちょっと触りますね、はい、うん、確かに頭皮硬いですね。硬いですよ。硬いっていつも言われるんですよ。今の頭の大きさをこの感じちょっと覚えててください。はい、はい、じゃあ今からやっていきますね。もう本当ですね、この辺は皮膚も薄いのでもうなぞる程度でやってます。強い力でやってしまうとシワとかたるみとかの毛になっちゃうので。やばいですね。顔とか頭って脳に刺激が行き渡りやすいんですよね。でもね、生命体的にしょうがないかなと。生命体的本当は寝かしてあげたいんですけど、めちゃくちゃ喋りかけていこうかなと思います。まあ、もうすぐクリスマスの使いということで、クリスマスの思い出は何かありますか？クリスマスの思い出？いやー、僕サーフィンしか思い出ないですね。あ、クリスマスにサーフィンするんですか？全然しますよ。今年はなんならあの元旦サーフィン、元旦サーフィンって、あらー、おでこもね、しっかりこう筋肉を撫でる力でこう伸ばしていきます。これの筋膜をこうリリースしてるイメージですね。ティッシュのシワを広げるイメージですね。で、横のね、この側頭骨、最高です。ここをすごいしっかり緩めてあげると頭皮に血流がね届くので、栄養がちゃんと届きやすくなるんです。この間あれですよね、ライブ配信でサーフィン盛り上がってましたね、うん、木下先生。そうです、そうです。サーフィンやってみたいんですよね。いや、めちゃくちゃ楽しいですよ、うん、海に入りたくてしょうがなくなるんですよ。毎日海行って黒焦げになってました。今年が人生で一番白いって言ってました。本当に今年一番白いですね。人生で。じゃあクリスマスの思い出はサーフィンって言っときます。あら、あれ、なんかありそう。え、なんもないです。意外とね、隠すんですよ。掘り下げたいですけどね。私はこの肌寒い季節なんで、なんか無駄にテンションが上がるんですよ。なんか、寒くなってきたって。いや、真逆ですけど。やべ、暑くなってきたって感じ。海に入りたくてしょうがなくなるんですよ。意外と首凝ってますね。そうなんです、首が、ね、特に右がちょっと痛い。いや、痛気持ち。そろそろ枕が寿命じゃないかな。小学校5年生から使ってるって言ったじゃん。物持ちがいい、パンツといい。そう、パンツをね、そろそろ変えないとなと思ってるんですけど、あれが一番気持ちいいんですよね。なるほど。本当に側頭部のね、ちょっと筋肉を引き上げていきます。ここね、硬いですね。歌めちゃくちゃ下手くそなんですよ。いや、上手でしょ。めちゃくちゃ音痴で、いやでも音痴だけど歌いたがりなんですよ。サーカス先生
の歌声聞いてみたくないですか。確かに。なんか鼻ちょっとした歌声も聞いたことないですよね、うん、確かに。ああ。今年も。はいはいはい。あれ聞くとクリスマス来たなみたいな。ああ確かに。寒いなみたいな。今年そのクリスマス金曜と土曜じゃないですか。はい。もやもやしますよね。いや恋人たちにとって週末のクリスマスめちゃくちゃいいんじゃないですか。いや僕にとってはなんかあれですね。ちょっと寂しい。寂しいですね。ちょっと独り身にとって寂しくなりますよね。いつまでサンタさん信じてましたか。結構僕騙されやすいんで小1ぐらいまでは多分信じてたと思います。私でもそれで言ったら私の方が騙されやすいですよ。なんでですか。私小4ぐらいまで信じてましたもん。あー信じてそう。なんか信じてそう。一生懸命あのクラスの男の子と戦ってました。いいサンタさんはおる、おらん、ばあちゃんよっつってから。ちっちゃい頃はですね、正月はですねフェイスワールドに、今は亡き私の地元北九州にですね、宇宙があったんですよ。あの北九州にスペースワールド。宮崎ないですからね。宮崎波しかないですね。波と波しかないですね。気持ちいいですね。じゃあ仕上げに耳もみもみしていきます。それ気持ちいい。これ気持ちいい。これ気持ちいい。これ気持ちいい。耳をこう自分でほぐしてあげると意外と顔の血流とかも良くなるんで、硬い方もいらっしゃるんでね、痛いと思います。意外と耳つぼは。耳は僕霜焼けになりますからね。サービスで持っときましょうかね。耳の霜焼けは辛いですね。確かに耳たぶ硬いですね。硬いですか。うん、硬い耳たぶ。そうやって言われたらおおとこう、はいはいあ、すごい指が重なる。さっきこうだったんですよ。これがこんな感じになってるんです。うんうんうん、キュッてなりました。意外とむくんでるんです。むくみを取ってあげるだけで頭もちっちゃくなりますし、顔もちっちゃくなりますし、何よりスッキリしますよね。うん、寝かせられないほど喋りかけました。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうですか。ちょっと目がとろって。いやもうちょっとね、眠い感じもするんですけど、でもスッキリもしますよね。本当に目がスッキリするんですよね。眠いもん、うん、まあ、むくみも取れたんで、うん、首がめちゃくちゃ楽になった感じですね。今抜け毛薄毛が気になる季節にはなるんですけど、冬っていうこともあってこの寒さとかでやっぱりこう頭皮が硬くなったりですね、血流の流れが悪くなったりしてむくみだったりとかにつながって重だるさを感じる方もいらっしゃると思うので、まあヘッドマッサージはあのオプションになりますので、美容の施術だったり治療の施術に合わせてオプションでつけることができますので、まあ興味がある方はですねぜひお問い合わせをしてください。お願いします。これからもですね、こういった施術動画、健康情報、美容情報を配信していきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。バイバイ。ちょっとドキドキですね。ちょっとね、こう自分の頭皮を世間にさらすってなかなかないんで、僕も初めて自分の頭皮を見ます。うん。